ちょっと AI の話をしてきたのでバイオロジーについてお話しさせていただきたいと思うんですが、まずこのとんでもなく複雑なシステム、いやとてもコンピューター上に再現できないよ人間の知識、しかし大自然を見ると今この瞬間でも地球上の至るところでこの人という知的システムが生まれてるわけです。これは事実なんです。でこれ、まあ、皆さんもそうですよね。で、僕も皆さんも細胞の集まりで37兆個の細胞でできています。約で、僕も皆さんも数十年前は細胞1個だったんですね。でこの1個の受精卵がですね分裂を繰り返して最初は2、4、8、16、32、まあ、最初は団子のように増えていくんですけども、そのうちに何らかの方法で細胞と細胞が情報を交換して、これよく分かってないんですけど、で結局足は2つ、手は2つ、目は2つというこの1年ぐらいでですね人という知的質が出来上がり、かつそれが心、意志、まあ、何と呼ぶかはともかく僕がさっき言ったものをすでに持って生まれてくるわけです。これすごくないですか。元は1個の細胞が分裂をして僕らが到底作れないってものが実際にできている、しかもそこら中で半自動的に。でこれはどういう、まあ、設計図というかプログラムなのかなというと、これとても興味ありますね。それは、まあ、教科書によればですね、最初の受精卵の中に DNA が入っていて、そこに設計図が書かれている。で人の場合はですね、この46本の染色体に分かれて DNA が、でそれぞれの染色体はこの1本の長い紐であり、これをよく見るとアデニン、チミン、グアニン、シトシンという4種類の物質が紐だから一列にザッと並んでいる、まあ、いわばゲノムというのは ATGC の4つのアルファベットからなる長大な暗号文になります。で人の場合はじゃあ何文字なんですかって言ったら30億文字なんですね。で30億文字って言われても多いんだか少ないんだか分かんないと思いますが、これアルファベット4つしかないので情報量としては1文字あたり2ビットね、そうするとですね30億をかけると、まあ、非常にざっくりですけども大体1ギガバイト、つまり私たちが1個の細胞から37兆個のこのスーパーに知的なシステムが自動的に出来上がるプログラム設計図、1ギガバイトなんです。たったの1ギガバイト、これはね衝撃でしたね僕。で、1ギガバイトって言ったら皆さんテレビ録画したら1時間番組分ですよ。それから、僕の今映しているパソコンは1テラバイトのメモリーがあるのでそれの1000分の1。そんな情報量で人工知能学者が多分100年経っても作れないっていうのが実際に目の前で起きている。で僕らもそうやって生まれてきて、これは僕は学生時代生物嫌いだったんですけど暗記科目嫌いなんです。暗記しなきゃいけない。だけどこれは生物学が面白いと思って30数年から勉強を始めたんですね。でじゃあこの30億文字こう暗号文みたいになってるわけですけど、一体全体どうやってこんな設計図できてんだと。で、まあ、いろんな考えあるんですけど、まあ、人によってはですね、いやスーパーパワー超越した存在がデザインしてって言ってる人もいなくはないんですが、まあ、多くの研究者はこの30億文字は40億年かけて自然変異と自然淘汰を繰り返して進化した、こういうふうに言われています。だとすればちょっと地球のことを考えてみたいと思うんですが、まず地球が生まれたのは45億年前です。約で地球上に初めての生物が登場したのは40億年前と言われています。どうやって登場したのかこれ分かってないんですね。地球上で誕生したと言われているけども誰も見てない証拠もない。今一番有力なのは海底の熱水溝、火山ですね。だからお湯がシュッそこで最初の生命は誕生したんじゃないかっていうのが一番有力な説である。それも全然わからない。で、人によってはですね、最初の生命は他の天体から飛んできたということを真面目に言っている科学者もいるくらい本当に全然わかってない生命誕生の謎は。で、まあ、とにかく登場したことは確かなんですが、それが突然変異と自然淘汰を繰り返して多細胞生物になり魚になり両生類になり陸に上がり
爬虫類になって哺乳類になって霊長類になって最後ホモサピエンスになったのは20万年前、たった20年前です。40億の中ほんの一瞬ですよね。でこの40億年で、地球はいろんなことが起きてます。気候大変動で、まあ、今地球温暖化で100年で2度上がって大変だって言ってます。それはまあ日本社会にとっては、あ、人間社会にとっては非常に大変で、これなんとかしなきゃいけない、問題ではあるけれども、まあ、しかし地球から見たらですね、全然普通のことというか、まあ、20度上がったり下がったりしてますし、この氷河期っていうのがありますけれども、例えばですね、寒すぎて地球中の海が全部氷になっちゃったっていう全球凍結ということも少なくとも2回起きている。そんなとんでもないことも起きている。でそれに加えてですね、直径10キロの隕石が直撃したとかですね、ものすごい事件が起きて、その度にというか何回も生物は絶滅してるんです。約8割が絶滅したような大量絶滅というのが、まあ、少なくとも5回起きているというふうに言われています。でこんな中でですね、今現在、まあ、すでに 99.9% の生物種が絶滅したと言われています。まあ、99.99 という人もいます。なので今地球上にいる生物っていうのはもう奇跡的な、命をつないできた 0.1% か 0.01%。 だから私たちすごいラッキーなんですね。よくも前に伸びた、まあ、皆さんの中には、まあ、人間っていうのは知恵があるから伸びてきたんだと思います。いや知恵がついたのはこの20万年ぐらいですから、その前はもうネズミみたいな、あのモグラみたいな、その前はナメクジみたいな存在で、ちっとも強いとは思えない、賢いとは思えない。たまたまなぜか生き残ってきて、たまたまその時他の種の多くは絶滅したということになります。今宇宙の話、まあ、そう考えたら人間なんてほんのちょっとじゃないかという話なんですけど、さらに宇宙考えてみたら、これ銀河系なんですけども、これ太陽系なんてもうほんのもう未知というようなものですね。でかつ宇宙はこの銀河系が山ほどあるわけです。そう考えてみると、なんか人間なんてないようなものではないかと思ってる方いるんじゃないですかね。